漢方チャンネル。はい、西漢方薬店の西です。西漢方薬店ではオンラインでの漢方相談を行っております。漢方相談は無料で、説明に納得していただいて漢方薬を購入する形をとっております。1分でわかる処方解説、本日は大腸気筒になります。腹部が硬く使えて便秘するもの、あるいは肥満体質で便秘するもので、上臭便秘、急性便秘、高血圧、食あたりなどに使用します。薬味は杞日、防鞘、香木、大王の4種類になります。上気とは純気の意味で、気を巡らすという意味があります。したがって単なる下剤ではなく、気を巡らし腸の蠕動運動を改善させる働きもあります。大王防鞘のシャゲ作用、清熱作用で便秘を改善します。杞日、香木の力作用で気滞を改善します。注意として、強いシャゲ作用がありますので、虚弱な人は継続使用はせず、頓服利用にとどめましょう。ぜひ大腸気筒と覚えてみてください。こちらの内容は教科書的な内容になっておりますが、教科書通りにならないケースが多々あります。ご自分で判断せずに、我々のような漢方の専門家にご相談ください。それではまた。